ちゃ自由度が高いんですよ。手足の動く自由度が高い。ちょ見て、まいちゃんポケモンどうなんやろ。あんま詳しくないって言ってたけど、うん、どうなんやろね。ちょもう電気つけてないですね。めっちゃ目元暗くなって。ポケモンカードは 25th アニバーサリーコレクションってやつを買って、あ、めっちゃ関係ない話するんですけど、1月14日からポケモンカードのアルセウスのやつが出るんですよね。1月14日でしたっけ。絶対予約します。この後予約します。はい、今言ったから忘れへん。でレアなカードか分かんないんですけど、あれ出た、ピカチュウの4枚重ねて1枚のカードのやつ名前分かんない、名前忘れちゃった。4枚カードで1枚カードになるやつ、うん、欲しかったからいいんですよ、可愛いから。エアルセウスのやつ買おう買おう。でこれね、自由度が高い、マジでどこでも動くよ。ほらほら、あ、かっこええ、見て見て、顔もめっちゃもう360度動く。あ、マジでごめんなさい、これあ怒られる怒られる、こんな顔グリグリーンってやって怒られちゃう。かわいい。そうそう、 V ユニオンみたいなやつ英語読まれへんかった首折ったとか言わんとってバレてないと思って画面の外やったのに、バレてたんかい。そう、今日はそのラジオの収録に行ってまいりました。行って練習してポケモンセンター行きたいから行ってきた。いやだってね、こんなん、うん、買うしかないと思って。中にグミ入ってた、あ違う、ガム入ってた。対象年齢15歳以上でしたので、15歳以上の方はぜひ買ってください、このアルセウスを。コダックは出てないね。コダックはあれね、あの入ってたっけ、あの種類の中に。関西、わかんないけど心斎橋の方に私は行きましたね。パルコの方かな多分。寒い。等身大ルカリオ買わないですね。私が好きなのはコダックとシェイミとアルセウスとインテレオンとか、そういう使ってる子たちと好きな子たちやったら買ってたな。可愛いよねアルセウスは。ごめんなさい、ポケモンの話するためにショールームしたわけじゃないのになんか最近ショールームできてないから皆さんとお話ししたくてショールームし始めたのに、わあいつもポケモンの話しちゃうな、ダメだ。あ、前髪がね短くなっちゃったんです。パルコいろいろ、あ、パルコじゃない、嘘、大丸さんですね。大丸さん、大丸さん、大丸。あ、で今日新しいリップも買ったからご機嫌マン。キャンディー、はあ、寒い、めっちゃ寒い。ああなんかあれですね、遊びに来たよ、ありがとうございます。マンモス、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 マンモス。寒い、やばい、今何時やろう時間あれまでに、あの何の話しよっかな、話したい、なんかショールームしたいなと思ってショールーム始めたけど、40分か、20分もあるならいけるか。そう、あの私、あーごめん、アルセウスごめんごめんごめん、痛かったね。あの年始年始めにスイッチとソードシールドのシールドを買って、で年始やったらやる時間あれやろと思ってやってたんですけど、なんかあやばこれ時間あんまないぞってなって、ちょっとしか進めずに
11月まで放置して11月まで放置してたことはちょくちょくやってたんですけど、あんま力入れてできてなくて、で11月になって、あやばい、スイッチやりたいってなって、何これ8周年、何これすごそう、なんでシールドなん、え、なんかソードシールドどっち買うべきかネットで調べた時にシールド買った方がいいみたいな意見が多くてシールド買いましたね。うん、特に意味はなかった、調べて買った方がいいって言われたやつを買いました。そうで、やっと11月になってめっちゃやり込んで、やっとエンドロール見れてダイパワー買う予定ないんです、だってアルセウス買っちゃったから最初のポケモンはあれにしたよ、水タイプ、名前忘れた、唐揚げって名前にしてるから忘れてたにしてます。ダイパでジラーチ、でもそう、シールドのデータがあるとアルセウスの方でシェイミーゲットできるミッションがもらえるらしいです。私シェイミー好きなんで、はい、アルセウスとシェイミー好きやのにさ、そんなさ、買わないやばいってなって買っちゃった。そう、後ろの緑のやつ、お母さんが誕生日にくれたぬいぐるみかわいいね。あ、こうやってね、ぬいぐるみにもかわいいねとか今日もねって声かけてあげた方がいいんですよ。かわいいねって、人間も一緒えらいねって、今日も頑張ってるねって、辛いことあったら大丈夫って声かけてあげてください。あーごめんごめんごめん、アルセウス足取れた、あこれくっつけないとダメなやつなんで、そうだよ、みんな頑張ってるから、みんな頑張ってる、そうだから、わかんない、皆さんが頑張ってることも知ってるんで大丈夫ですよ、ほんまに大丈夫大丈夫、なんとかなりますよ、生きてたら。よいしょ、ほんまにわかんない、軽いように言ってるようやけどちゃんと考えてます物事だから大丈夫。捕まえたコダックにマイって名前つけたなんでわかんないじゃないの、なんでマイちゃん名前、なんで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 ゲームとかって勝って満足しちゃったりすることない、ある、それ私です、飽き性やし、うん、飽き性、ほんまに飽き性、飽き性直したい、すぐ新しいこと始めようって思って始める行動力はあるのに、始める行動力はあって始めるのに進めない、その先を、それがほんま若菜の悪いとこって自覚してるんで直したいな。ポッチャマがわからないや、みんなポケモンの名前わかなにしといてください、漢字でわかな、カタカナでわかな、ひらがなでわかな、英語でわかな、小文字英語でわかな、あと何があるやろな、まあいろんな言葉でわかなってつけた何種類も制覇できるんで、お気に入りのポケモンに私の名前つけてくださいわかんない、 A 型ですよ、 A 型、わかんない、あー寒いあー寒いわ、薄っ前髪薄なったやっぱり、戦闘不能にはできないいいのに、わかる、でもわかる、戦闘不能にしたくない、すぐ回復しちゃう、なんかあの瀕死状態にさせたくないから、わかるよ、瀕死はねさせたくないっていうプライドがある私の中で、瀕死ねかわいそうだからね、ギリギリで回復、あー確かに、ケンギンちゃん寒ー、ほんまに寒いな、やっぱ冬やね、
秋来なかったですね今年は。なんか寒い、あっという間に寒い季節が来たね。私寒いの大好きなんでいいんですけどね。ごめん猫ぽやんって言ってた。もう娘飽きてないよ。あのね、ちょっとごめんなさい、わらじでほんまに、あのほんまにファンの方に背中見せるべきじゃないっていうのは分かってるけど見せます。よいしょ。アルセウス、うち2匹いるんです。はい、キャンディちゃん、これとこれいやー、どっちもかっこいいけどね。どっちもかっこいいよけど、このこっちの方のアルセウスはこのへにゃへにゃも再現されてて、よくない？いいですね。うちも飾ります。後でまた綺麗にフィギュアのゾーンに置きたいと思いますね。秋好きやけどね、私は。冬、なんか冬は寒すぎる。アルセウスに名前はつけない。アルセウスはアルセウス、かっこいいから。クックックック、こんなやってたらまたね、舞ちゃんに何やってるんって言われちゃう。はあ、寒い。でも舞ちゃん、あのそう、昨日も場面にも書いて内容やからあんま深く言わないんですけど、 MBTI 診断っていうのがあって、ちょっと友達にやってって勧められてたやつなんですけど、それをやりまして、あとはまあまあ結果は言わないんですけど、もう場面には書いたんですけどね。そう、 MBTI 診断ってやつがあってね。そう、性格診断をやって、舞ちゃんの結果聞いてないけど、多分舞ちゃんと確か一緒やって、これ2回目でやるの。なんか舞ちゃんと私の性格似てるねって今日ずっと話してたんですよ。やからなんかいいよねって話をしてました。そうで、相性とかもあるらしいんですね、性格で。まあ相性悪くたってって感じなんですけどねね。舞ちゃんにタンプレ、まあ、悩んでんねん、何あげようなんか舞ちゃんはね、気遣いやから、何でもいいよとか、いらんよとか言うから、口角ありえんぐらい下がる U の字ぐらい下がってるから。質問項目、そう、たくさんあるやつ。肩たたき券、あ、そっか。でも若菜も肩たたいてほしいぐらい肩たたき券欲しい。肩たたき券ってこれ早口作れるで、肩たたき券、肩たたき券、肩たたき券っておもろ、これおもろいな、滑舌鍛えれるな。はいちゃんか、はいちゃん何欲しいやろな。また考えます。で、オッケー。はい、ごめんなさい、あくびします。あ、何時よ。49分、55分になったらランキング読みしましょうか。うん、今日ね、アイライン垂れ目気味に引いたんですよ。でも、あんまり好きじゃなかった。から、私には私に似合うメイクがいいなって思った一日でした。やばい、巻き方なんです、前髪いつもとちゃう。確かに、わからん、伸びたけど切ったから、何やろうね、分かんないこれ、あのアウター着てたから、そう、なんかあれやけど、めっちゃあの黒い服オンリーマンみたいになってるけど、そんなことないです。アウター着てました。
アウターかな。アウターって最近かっこいいから言い始めたけど、あの前までジャンバーって言ってた人なんで。なんかみんなアウターってかっこよく言うから、あのお家で言うときはジャンバーとかやけど、ファンの方とかその外に言う、発信するときはアウターって言うようにしてます。黒い服オンリーじゃないよって、これにアウター着てるからそんな寂しくないよって。今毎日配信、へえすごい。私はあの課題に追われて毎日配信どころじゃないです。笑い事じゃない、こんな笑ってるけど、お母さんにも言われた、課題やりやってやらないと、やべえやべえ。でもやることいっぱいのが私幸せです。練習して課題はやってないけど課題して、練習ある方が毎日充実してる感じがして幸せですね。身長低いんです、実は152なんですよ。はい、よく言われます。いかーいって、身長高そうに見えるねって、嬉しいね。高校生だとちょっとよね、うん、確かに。まあ未練はないですね、高校生生活に。未練はないですけど、やりたかったことはあのみんなとかくれんぼがしたかった。かくれんぼはあかんって言われた、かくれんぼとかは。かくれんぼしたいな、大阪全体を使う。ね、制服ユニバとか憧れてましたね。もう制服寒いからそんなあれです。そう、170ぐらいありそう。うわ嬉しい、20センチも違うじゃん。同じ名前のワカニャンに、えワカナって名前なんですか、かわいいね。自分の名前可愛いって言ってるみたいになっちゃった。いいね。ユニバいいね、行きたいね。170m？ めっちゃでかいね。うおほほほ。ハルカスでも170ないんちゃいますか。わからん。もっとあるかハルカス。わかんない。170？ それででかいねそれは。おもろいね。あ面白い。かくれんぼしたいな。かくれんぼ私めっちゃ強いんです。えこれめっちゃ喋ってるけど大丈夫、めっちゃ喋りたいから喋ってる、いけるか。小学校の時なんか部活の、なんか部活じゃないか、体育の授業でかくれんぼをした時に私最後まで見つからずに生き残れたことがあって、もうそれが楽しくて。いやもう身長低いのも関係してる、隠れやすいんですよね、割と狭いとことかとか、やからかくれんぼしたい。なんかの企画でかくれんぼないですかね。ねかくれんぼしたい、ほんまに強いんで私。ファンの皆さんとかくれんぼしたいな、かくれんぼしたい、かくれんぼしたい、かくれんぼ、これアピールしてください。皆さんもわかにゃんとハッシュタグわかにゃんとかくれんぼしたいで、ハッシュタグわかにゃんとかくれんぼしたいでお願いします。あかくれんぼしたいな、逃走中したいね。ランキング読みしましょうか、マジでかくれんぼして、いっでも絶対見つかりたくない。うわこれは私のプライドです。13位、あっちゃさんありがとうございます。ナマステ。12位茶太郎さんありがとうございます。11位しばわんこさん、わんわんありがとうございます。寒。10位スパークしょういちさんありがとうございます。はい、10位、うそ、9位ひろきさんありがとうございます。シェイシェイ。8位マスオさんありがとうございます。どこだ、7位かな、7位みやこブルーさんありがとうございます。お久しぶりですね。
6位、アラケンチョビさん、ありがとうございます。うわ、5位、ぴょんさん、ありがとうございます。はい4位、 PP さん、ありがとうございます。 IPP ですか、はい、え、待ってるね、このアバターや、めっちゃ可愛い。いいね、可愛い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 。3位、みょんさん、ありがとうございます。みょん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 みたいやね、みょんみょん、名前の由来を教えてください、また今度、ありがとうございます。2位、おりほうさん、ありがとうございます。野球のルールって難しいですね、勉強してるんですけどね、いろいろ、やっぱ私の人生が終わるまでにいろいろなことを勉強して経験したいから、何でも経験したいですね、はい、だからかくれんぼもしたい、ありがとうございます1位、松アットマーコンコンさん、ありがとうございます。ほんまにかくれんぼ、ハッシュタグすみのわかなとかくれんぼしたい、なあ、ハッシュタグ1個にしよう、ハッシュタグわかにゃんとかくれんぼしたいにしましょう。あつさんもぜひ、ありがとうございます。1位です、ランキング以上です。かくれんぼしたいな、どうしたん、どうしたの、どうしたん、ほんまに猫の尻尾とか顔はマジで食べれそうなぐらい可愛い、ほんまに食べれると思う、邪魔やな、すごい。うん、これちなみに私から顔当たりに行ってるんですけど、可愛いね、はい、ハッシュタグわかにゃんとかくれんぼしたいでよろしくお願いいたします。ほんまにやらんでも全然いいですよ、尻尾隠さな、あー隠さな。モバメの返信、皆さんいつもありがとうございますね、今日も読みました。いつもなんかの待ち時間とかなんか時間ある時とかに読むんですけど、めっちゃ元気出るんです、ありがとうございます。朝とかに読むことが多いですね、朝とかお風呂入ってる時とか、いつもありがとうございます。名前書いてくださってる方がどなたか分かりやすいですね、ありがとうございますね、いつも。もうかわいい、なにかわいいね。ってことで、急な配信やのに見てくださってありがとうございました。明日も練習頑張りたいと思います。これめっちゃ高速出て動かしてるんですよ、残像見えてますよね、すごペン落とした、ゆるちゃんねー、ゆるちゃんってことでバイバイ。ありがとう、あ、スクショ、イエイ。バイバイ。ありがとう。